生ハムをみじん切りにしていきます。次にニンニクを切っていきます。マッシュルームをここですね、くり抜いていきます。先ほどの生ハムとニンニクを入れていきます。まずオリーブオイル、トポ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 、余ったニンニク、火を入れます。マッシュルームを入れていきます。A few moments later